スコットのピック、ああよく手当てましたね森川選手が。もう一回森川立て直します。ピークがファイトオーバーでついていくんですが、アタックから外、今度はカーター、あー綺麗なアウター合わせた。これだけボール動くとカーターのハイキックを使うか。渡辺が完全に取られましたが、スイッチをしてカーター、ふわっと受けた。あー柔らかい。カーターこれで14点。ここで、あー森打たないか。またミスマッチですね。カーターのアタックを使う、スキップパスから須藤に任せるコーナー3が来た。素晴らしい。タイムアウトかけます。素晴らしい。しっかりペイントにアタックしてからのコーナー3ですね。ピーク選手もよくコンテストしましたけどね。今度 2-3 になりましたね。テーブスにも森川がアタックをかけてきて3を打たせない。比江島フェイクを入れながら竹内康介に入れてくる。ブロックする。もう1回ディフェンスの飛び合い、ギブスからよく決めた。これはすごいのこの執念というのが見られました。カーター、ファールです。エンドワンですね。バスケットカウントになりました。今度はカーターの粘り。まあ、今さっき止められなかったんで今度自分でって感じでしたね。北側のファールです。横浜武田であっさりテーブスのキャッチャーのショットで来ました。須藤とアウダの2面ゲームです。3秒です。武田タフショット来ないか。しかしオフェンスリバウンド拾ったベクトン。ああただスリーがなかなか打てない。ベクトンベースラインには森川に遠藤です。ここ来ますよね。ベクトン3本目ですね。